ービードゥです。僕たちはですね、まあ、今回初めての、参加のバンドとなるんですけど、まあ、スクービードゥという、まあ、ちょっとファンキーなソウルフルなバンドがあるんですけど、まあ、そのバンドのコピーバンドとして、まあ、ちょっと、楽譜とかがなくて全部ミニコピで、ヤスと、一緒に苦労して頑張ったので、まあ、ちょっと難しかったですけど、まあ、それを踏まえて聴いていただけたら嬉しいです。はい、かっこいいぞ。はい、ですね、で、まあ、せっかくなんで1年生に紹介の意味を込めて、メンバー紹介をしたいと思います。ですね、あ、これは僕が担当らしいです。じゃあ、まず、ドラム4年医学科、平子浩太。ギター4年医学科、児玉です。で、僕は4年医学科の森本です。で、取り残されたまたか、はい、俺よく入ったね、今。まさかここで入ってくると思わなかった。なんかいつもの感じだとね、わけわけ、はい、まあ、いや、なんていうんですかね、まあ、とりあえず来年が1年生になるだろう。来年1年生、来年2年生、今年も2年生の姫野北斗くんです。で、もう一つですね、僕たち実は生まれた年度が一緒で、みんな今年で22歳の年で、そしてですね、いや別に僕の誕生日がどうとかって言われて、いや力なんとか下がってきたなってさ、で、いやそれなのにこいつだけ違うっていうのもまた面白いじゃないですか。で、またこう前の3人が実は上野ヶ丘高校出身で同期なんですけど、後ろのこいつは岩田高校ではみってるっていう、まあ、なかなかなんか揃ってるよね、揃ってないようですっていう感じで、演奏にもそれが出てるかもしれないので楽しみにしてください。はい、楽しみにしてください。まあ、次の曲はですね、まあ、もう本当に僕は世の中に不満がありまくりなので、それを、まあ、一緒にストレスを解消しましょう。盛り上がっていきましょう。What's going on?これは。
ます。2曲、ノリのいい曲が続いたんですけど、最後、冬山でも、やったんで、やった曲なんで、皆さん一緒に乗っていきましょう。よろしくお願いします。ラスト、赤ね色が燃えるとき聴いてください。